小学生時代の修学旅行で周りの友人たちのノリに押され、その勢いのまま行く先々でついつい買ってしまっていたペナント。あの当時本当に心の底からペナントが欲しくて欲しくてたまらず購入していた人というのは果たしていたのでしょうか。こんにちは、折り紙パンダです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひお見知りおきを。このチャンネルでは親しみやすいシンプルなものから超絶リアルでかっこいいものまで、いろいろな折り紙作品を毎回一つ取り上げてご紹介しています。折り紙好きな方にはもちろん、折り紙に詳しくないよという方にも気軽に見て楽しんでいただける、そんな内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。なお、紹介する作品については作者の権利を守るため、折り方の詳しい解説は省略しております。ご理解のほどよろしくお願いします。さてさて、本日ご紹介するのは旗横、旗斜め、旗縦、旗縦台、勝田恭平さんの作品になります。この作品の難易度は5段階表示で2、推奨の折り紙サイズは15センチとなっております。それでは皆さん、いきますよ。せーの、レッツパンダ。はい、それでは旗縦台を折っていきます。この作品はちょっと珍しい折り方をする作品となっていて、色の異なる2枚の折り紙を重ねて折っていく重ね折りと言われる手法になります。折っていく過程でズレを防止するため、この向きで中心よりも少し下の部分、こちらに1箇所だけ軽く糊付けをして貼り合わせておきます。この状態でまずは三角方向に折り筋をつけていきます。折り筋の端と折り筋の端を結ぶ線で、こちらの角の手前の1枚を折り返します。さらにこちらの角も中心に合わせて手前の1枚を折っていきます。こちらの角を目いっぱいのところで中割り折り、こちらの交点とこちらの角を結ぶ線で縁を内側に折り込んでいきます。つけた折り筋で内側に引き寄せるように折っていきます。根元の部分を支点に中割り折りをしていきます。手前の角の先端部分を内側へ折り込みます。もう一方の角をこちらの隙間に差し込むことで、口元の開き止めに腹びれを内側に段折りにして形を整えたら、はい、これで旗立て台の完成です。今回折りました旗立て台、名前の通り長く伸びた背びれがまるで旗を立てたかのように見える、とても個性的な形の魚。白い体に2本の黒い帯、背びれの後ろから尾びれにかけて黄色くなっているという特徴を完璧に再現した作品です。以前ご紹介したレッサーパンダと同様、こちらは2枚の折り紙を重ねて折る重ね折りという少し変わった技法を用いて作られています。それによって白、黒、黄色と鮮やかな体の模様を表現しつつ、複雑な造形の割には優しい難易度に仕上がっています。
とはいえ初心者にはややハードルが高いかもしれません。推奨サイズは15センチとなっていますが、不慣れな方は20センチくらいのサイズから始めた方がいいでしょう。こちら頭の部分を立体的に処理することによって左右の組み合わせを固定しつつ作品としてのクオリティも上げるというベテラン作家ならではの卒のない仕上げも見事です。作者の勝田恭平さんは1986年生まれ、なんと3歳の頃から折り紙にハマってしまい、以来折り紙から片時も離れることなく現在に至るという、まさに折り紙作家の鏡のような方です。創作活動を始められたのも非常に早く、中学生の頃にはすでにいくつかのオリジナル作品を創作。現在の日本折り紙学会の前身であります折り紙探偵団に入られたのも同時期だったとのことです。好きな動物は鶏。僕も大好物です。唐揚げとビールなんて最高ですよね。動物系の折り紙を得意とし、今なお新しい技法や新しい視点による創作ができないか試行錯誤の研究を続けておられるそうで、今後もますます活躍が期待される折り紙作家さんの一人です。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。本日ご紹介しましたハタタテダイ、こちらの折り紙アクアリウム水生生物の折り紙という本に詳しい折り図が載っています。他にも魅力的な作品がたくさん載っているめちゃくちゃおすすめの一冊、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。この動画の感想やリクエスト、ご意見などをいただけると今後の動画作りの大きな励みとなりますので、よろしければぜひコメント欄にお寄せください。あとチャンネル登録がまだの方、この機会にぜひ。本日はこれでおしまい。オープニングでも触れましたが、昭和後期旅行などで観光地に行くと必ず目にしたのがペナント。僕の住んでいる岐阜県では小学生の修学旅行といえば行き先は京都、奈良が定番でした。バスに揺られながら友人たちと楽しい時間を過ごしつつ目的地に到着。自由行動の時間になるとみんなで連れ立ってお土産屋さん巡りをしていました。その店先で必ず売られていたのがいわゆる観光ペナント、この三角形の旗みたいなやつですね。もちろん使い方もわからなければ小学生が魅了されるようなビジュアルでもない。それでも買ってしまう理由が、想像するにそこそこ映える大きさ、その割にそこそこ手が届く価格設定、確か800円ぐらいだったかな。そしてくるくると畳んでしまえばかさばらないので軽くて荷物にもならない。それが理由なのかどうか分かりませんが、当時の僕たちはまるで通過儀礼であるかのように行く先々でペナントを購入していました。修学旅行から帰って数日もするといつの間にか行方不明になっていた、そんなペナント、つまり小学生の自分にとってその程度の価値だったってことなんでしょうね。でも大人になった今ならその価値を少しは感じられるのかもしれません。というかそもそも今でもペナントって売ってるんですかね。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね、バイバイ。